こんにちは。今日はね、2020年2月20日木曜日です。今日はね、ここ、レマンショッピングセンター泉屋宮崎店に来てます。昭和47年10月に、オープンしてから、なんとね、今日でお店が終わるということで、その閉店最終日の、レマンショッピングセンターの様子をね、ご紹介したいと思います。いつものようにバックパックの肩にはめて、最後の日の様子をね、ショッピングセンターをね、歩いてみたいと思います。昭和47年ということで、私が小学校5年生の頃に、オープンをした、宮崎市内ではね、初めての大型ショッピングセンターです。ここね、泉屋って書いてるでしょ。泉屋の宮崎店、愛称としてレマンショッピングセンターという名前がついてます。はい、このお知らせ書いてますようにね、閉店日時間のご案内、2月20日木曜日、18時ですと。で、ここにね、完全閉店しますというふうに書いていますよね。はい、そのね、最後の日をちょっとご紹介します。また子供の頃、もうレマンに来るのが楽しみで、日曜日とかにね、よく来てました。はい、こんな感じで、もう売り尽くしという、ね、ことで、もう商品もね、あまり並んでいませんけれど、最後の最後まで、皆さんに、良い商品を提供しようということで、野菜なんかはね、まだありますね。はい、こんな感じでまだあります。もう商品がない棚もありますけどね。もう結構ね、多くの人でにぎわってますんで、こちら側行きましょう。はい、もうこの付近の棚はもう全部、商品は何もございません。こんな感じです。まあね、結構あの庶民の味方、庶民の、ショッピングセンターということで、結構にぎわっていたんですけどね。もう47年経って、もう結構もう古くなっちゃったんですよね。まあ郊外に、郊外型ショッピングセンターなんかも、できたんで、その影響もあると思いますよ。うん、でこちら側にちょっとしたなんか展示があります。これは何だろう、テレビ20年前の CM がありますね。面白い。でこちら側とぐるっと回りますよ。人がいるんで映り込まないようにして、これが、昭和47年10月オープニングチラシです。なんか歴史を感じるようなポスターがあります。チラシかながあります。こちら側はこれ、平成8年改装時の、右側が平成10ん左側が平成8年改装時、右側が平成17年改装時のレイアウト図ということですね。でこちらが、昭和47年オープン前の、ショッピングセンターのここに今このレマンショッピングセンターがあるんですね。その前の様子がここに載ってますね。はい、でこちら側はもう昭和53年開店6周年増床前のチラシ、結構歴史を感じるチラシですよね。でこちらは昭和52年5年目の
蔵書前のショッピングセンター、あ、懐かしいボーリング場があります。子供の頃はね、このレマンボールというね、ボーリング場で、よくね、家族でボーリングをしてました。というのもね、うちの父親はこの太陽銀行、この支店ではありませんけれど、他の支店、本店かな、太陽銀行の本店に勤務していたんで、結構ね、その支店関係でこのボーリング場なんかもね、利用してました。で、泉屋、今の半分の規模の泉屋の写真が載ってます。で、昔の専門店街は別棟でこちら側にあったんですよね。なんかすごい懐かしいというか、はい。で、こちら側は昭和57年増床後、増床後のパンフレット、はい、こんな感じで、昭和57年から今のような状態で、営業を行っていたんですね。うん、面白い面白い。そしてこちら側には、皆さんの思い出がここに書かれてますね。うん、こういった思い出、レマンの思い出、いっぱい書かれてあります。レマン最高でしたとか、レマンありがとうとか、これハガキ、ハガキですよね。こんな感じでグッバイとかありがとうございましたとかいう声がありますね。はい、こんな感じでレマン思い出展ということで、いろんな皆さんの思い出があります。こちら側は写真かな、このようないろんな写真、出店しているお店の写真とか、昭和57年増床オープンの専門店街というふうに書いてますね。いろんなお店が入ってました。下が昭和60年に実施したイベントですということですね。うん、よくもこんな古い写真が残ってましたね。で、美術館イベントの様子とかも載っておりますね。ちょこっと、レマンショッピングセンターのいろんなところご案内しましょうか。こんな感じ、もう今日でも閉店なんで、もうお店はほとんど閉まってますね。こういう感じでございます。で、売り尽くし市が行われてます。もう全て半額、これ2割引きだ、こっちは2割引きとか、あと半額とかあるようですね。500円、1000円とか、もう全部売り尽くしますという形ですね。はい、もうこちら側はもう何もありません。ベンチがあるぐらいで売り尽くし、ね、なんか本当寂しくなりますよね。こんな感じです。で、2階の方に行きましょうか。こっちかな、こっちかな。靴もありますね。靴が2割引きで売ってますよ。よいしょ、エスカレーターに乗って迎えに行きます。
ありませんね。こちら側で、女性もの、女性ものの衣類の売り尽くし市行われてます。2階のフロアは、洋服とかを売っているお店が多いですね。はい、ぐるっと回りましょうか。でも子供の頃はこのレマンショッピングセンターで、いろんなもの、もちろん食料品からあと洋服とか、そんなものまでね、このレマンショッピングセンターで、何でも揃うということでよく、利用しておりました。なんかね、なくなるとやはりなんか寂しいなっていう、気はしますよね。はい、こんな感じで、こっち男性ものかな、男性ものの洋服売ってますね。はい、ということで3階の方まで行ってみましょう。3階まであるんでね、ちょっと階段で登っていきます。よいしょ。結構最終日なんで多くのお客様がやってきてますけどね。はい、3階です。はい、3階もこんな感じ。化粧品関係とか、あ、もうここはもうお店は入っておりません。本屋さんとかあったんですね。100円ショップがあります。100円ショップも閉店セール 50% オフということです。何かあるかな。またあとでゆっくりと、何かあれば買いたいと思います。こちら側は何だろう。こちら側も、もうお店はもうありません。こちら側に何かちょっとした雑貨、雑貨とか売ってますね。タオル500円とか、あとバス用品、お風呂用品が1割引きとか、タオル500円200円とか売ってますね。あ、500円だ。あ、これ500円っていいかも。ふわふわですね。500円で売ってます。はい、あと毛布とか、日用雑貨が売られてますけど、あ、毛布が3980円とかでありますね。布団なんかも安くで売っております。1割引きか、1割引きですね。よいしょよいしょ。はい、こんな感じで、こちら側ももうこっちは何もない。化粧品とか、化粧品とか売ってますね。はい、ということで3階のフロア、あ、エスカレーターは反対側だ。階段使おう。よいしょ、階段取ります。こんな感じで
最終日はね、ちょっとにぎわってますね。これ全部売り尽くすってことはできないかもしれませんけれど、安いのがあります。最大半額、200円とか500円で売ってますね。よいしょ、熱くなった。今お客さんの魅力が、どこどこだ、こっち側か。はい、多くのお客さんで賑わっております。でさっきの、レマン思い出店、あ、こちら側の出入り口から出ましょうか。あ、ここレストラン、このレストランもね、食事をしたことがありますね。マリオネットというレストランです。長い間ご愛顧いただきましてありがとうございます。先ほど午後3時をもちまして閉店、もう閉店したんですね。はい、こんな郷土料理チキン南蛮とかね、メニューがありますけど、もう閉店ですって言ってですね、本日の営業は終了しました。はい、長い間お疲れ様でございました。はい、ということで一回出ます。よいしょ、胡椒中華。はい、出ます。ここもね、増床して、だいぶ変わって、まあ、こちら側マンションができてるんですけど、この、ね、立体駐車場があるところ、まあ、この付近は昔とあまり変わらない風景なんですけれど、さっき言ったボーリング場はこの立体駐車場、もうこちら側見ますよね、立体駐車場、あの付近にレマンボールという、ね、ボーリング場がありました。本当に子供の頃ね、いつも家族でボーリングをやっていましたね。はい、もうどん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 ね、形を変わって、もうこれずっと高いマンションがこちらできてますけれど、こんな感じになっております。はい、でもう一回中に入ろうかな、どうしようかな。よいしょ、あ、ごめんなさい。ヘルストロン、ここ人気あるんですよね。今日はお休みですということで、高齢者のたまり場ヘルストロンも今日で終わりですね。はい、なんか正面の方の出入り口から出ましょうか。まあ、こういったね、歴史のあるお店がどん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 減っていく、まあ、それもしょうがないことかなと思いますけどね。やはり郊外型のショッピングセンターには勝てないというか、まあ、少子高齢化でちょっとね、人口の割合も変化してますしね。まあ、時代の流れだということで終わらせるとなんか寂しいなという気もするんですけれど、まあ、しょうがないですかね。はい、行ってみましょうか。よいしょ、はい、ということで、今日、2020年2月20日木曜日、午後6時をもって、レマンショッピングセンター泉屋宮崎店は、閉店をします。昭和47年から、48年間ぐらいですかね、続いたお店でございますけどね、長い間ありがとうございました。ここは次何に生まれ変わるか分かりませんけれどね、また変わっていく街の様子をね、この目でしっかりと
見ていきたいと思います。はい、ということで今回のおじ散歩番外編ということで、今日で閉店をする、レマンショッピングセンター泉谷明楽店をねご紹介しました。それでは今回この辺で失礼します。はい、ということで、またレマンショッピングセンター泉谷宮崎店にやってきました。今、午後5時30分ぐらいですかね。あと、30分で、閉店ということで、最後ね、東の玄関口の方で、店長さんが、最後のご挨拶をされるということなんでね、その様子を、見てから帰りたいと思います。今ねこの目の前で、レマンの思い出店、さっきご紹介したねパネル展示、あと、お客様の、声感想文、そういったものをね、見に来ている方々がねさっきよりも、数が増えております。皆さんね最後の瞬間を、見届けようということで、多くのね方が、集まってきております。それではまた後ほど。ただいま1階食料品売り場のレジが、大変混み合いまして、お客様には、ご迷惑をおかけいたしております、お詫び申し上げます、なお1階食料品売り場、放置されましたカゴ、商品がたくさん入った放置されましたカゴが、売り場したるところにございます。誠に申し訳ございませんが、食料品も入っておりますので、あと10分をいたしましたら放置されているかご、商品売り場の方に戻したいと思いますので、どうぞ、放置されているかご、心のあたりのある方は、誠に申し訳ございませんが、レジの方をお選びいただきますようよろしくお願いいたします。あと10分ほどいたしましたら放置かご一旦、整理させていただきますので、何とぞご了承くださいませ。一回出張品売り場のレジ、混み合いまして、お客様には大変ご迷惑をおかけいたしております。心よりお詫び申し上げます。あとしばらくお待ちくださいませ。本日もご来店いただきまして誠にありがとうございます。本日営業時間の方、6時、18時までとなっておりますので、何とぞご了承くださいませ。さらに閉店時間のお知らせを申し上げます。当店は本日6時をもちまして閉店させていただきます。当店は本日6時をもちまして閉店させていただきます。どうぞご了承くださいませ。本日はレマンショッピングセンター泉谷にご来店くださいまして誠にありがとうございます。ご来店中のお客様にご案内申し上げます。泉谷はあと10分少々のお時間をもちまして閉店させていただきます。泉谷はあと10分少々のお時間をもちまして閉店させていただきます。どちら様もお買い忘れのございませんようお買い上げくださいませ。本日もレマンショッピングセンター泉谷にご来店くださいまして誠にありがとうございます。